合ですけども、前半両方ともあまりリスクを取らない中で、まあ、前半先制できたのがものすごく大きいと思います。後半、特に両方のウィングがものすごく頑張って、もう本当に力尽きるまで、まあ、走ってくれて、もう本当に良かった、勝って良かった、もう勝ったことによって夢がどんどんつながっていく、まあ、今日の試合もそれが一番だと思います。以上です。はい、勝ちました。まあ、今日のベンチメンバーを見れば、逆転を狙うようなチーム構成は難しいだろうな、先に先制点を取らないと苦しいなと思っていたら、まあ、しっかり先制点取って1点は返されましたけど、最後前田で引き離すという、まあ、理想的なゲーム展開だったかなというふうに思います。リーグ戦残り5試合、残りのタイトルも全部トーナメントということで、本当に一戦も負けられない戦い続きますけれども、逆に言えば、かなり自力に近いタイトルを狙える位置にはいますので、しっかり勝ち続けていきましょう。今日はお疲れ様でした。まあ、まったりと 2-0 になったところで1点を返されたという試合でしたけど、そこで前田の素晴らしいゴールが決まって、あれで流れが決まったかなと思いました。まあ、今日ちょっと勝ち点が欲しい新潟があんまりガツガツ来ないのはなぜかなというのはあるんですけど、みんな持ち味を出したし、ちょっと怪我人が多い中、出番に恵まれてなかった選手がいいプレーをしたということで、ちょっと今後に向けていい流れができてきたかなと思います。はい、以上です。はい、どうも。今季の一番目玉だった新加入選手前田直樹選手がようやく結果を出してくれたことがただ嬉しいと思います。まあ、リーグ終盤、今シーズンも終盤になって、まだ、おかげさまでリーグカップ天皇杯で残っている状況で、まあ、今日もユースの選手がベンチに入ったりという非常に厳しい状態の中で、まあ、そうやって新しい選手がちょっと一つ自信をつけてくれたというのは、まあ、今後を見据えた上ですごい、前向きな材料なんじゃないかなと思っています。まあ、ちょっと3冠というのは正直僕は厳しいと思っているんですけれども、まあ、カップダブル目指してうまく進んでいってもらえたらなと思っています。最後に、僕が小さい頃から憧れていた筋肉すぐるに会えて今日とても嬉しかったです。以上です。今日は試合内容とかいうことよりも、なんかこうホームスタジアム必要な選手が活躍してくれて、勝ててよかったなという、まあ、そういう感情に浸れる試合でした。前田のゴールは素晴らしかったですね。なかなかね結果出せなかったけれども、前節から非常にいいプレーをしていて、今日はすごく良かったと思います。まあ、新潟が残留争いなんだけど、あんまりガツガツ来なかったの大丈夫ですかね、ちょっと心配になりました。次も勝っていきましょう。